こんにちはったらこんにちは、いずもです。今週はフォール素子を使ってロータリーエンコーダーを組んでみました。ロータリーエンコーダーっていうのは、まあ回転を数値に直す仕掛けだと思ってください。ともかく動いているところを見ていただきましょう。では動作の様子になります。今ですね、まだ磁石がはまってません。で、これペットボトルのキャップの中に磁石が仕込まれています。で、これをスポッとはめまして、右上のですね、ここに角度が表示されています。で、この磁石を回すと回転に応じて角度が変化するのが見えると思います。分解能的にはですね、一応 0.1 度までやってます。で、止めてもですね、ばらつきがまあプラマイ 0.1 度ぐらいの範囲でバラバラしています。一応ですね、ゼロ時点のオフセットだけは消したんですけど、まあそもそもセンターが取れてないとかですね、磁石の形状がいまいちだとか、まあいろいろありまして、おそらくかなり歪んでいます。それでもですね、一応 0.1 度の分解能を出すことには成功しました。それでは、ロータリーエンコーダーについて軽く資料を説明するのでご覧ください。フォール素子でロータリーエンコーダーを作ってみたというお話です。よいしょ。で、ロータリーエンコーダーって何って話なんですけど、回転軸の回転角度や回転位置を検出するためのセンサーです。回転軸に連結された光子円盤を光や磁力などの手段で検出することで、回転角度や回転位置を電気信号に変換しますというふうにあります。これ AI に説明してもらいました。ロータリーエンコーダーは主に2つの種類に分類されますと。で、1つはですね、インクリメンタルエンコーダー。回転角度ごとに一定のパルス数を出力するエンコーダーです。で、こうダイヤルを回すことにですね、パッ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 とパルスが立ってですね、そのパルスを数えると角度がわかるというふうなエンコーダーになります。回転位置を正確に検出するためには、パルス数を積算する必要があります。まあ、数えるってことですね。で、もう一つは、絶対エンコーダー。これ、アブソリュートエンコーダーっていうことの方が多いですね。回転角度ごとに固有のコードを出力するエンコーダーです。まあ、要するにですね、角度を数字で出すというふうなエンコーダーになります。パラレルだったり、シリアルだったりします。今回はですね、AD で出すので、シリアルで出てきます。で、回転位置を瞬時に検出することができますと。で、今回やるのはこっちです。まあ、コードを読むだけなんでね、数える必要がないんで、すぐにわかるというふうなことを言っています。で、ロータリーエンコーダーの仕組みなんですけれども、こうですね、フォール素子が2つあります。90度の位置にフォール素子を配置してます。で、真ん中にですね、磁石があります。で、磁石をですね、こう、くるりと回すとですね、それに応じてですね、フォール素子の出力が、こう、サイン波で出てくると。まあ、サイン波で出てくるのが理想なんですけど、実際にはですね、この磁石の形状で、まあ、あんまり綺麗な形にはならないことの方が多いです、多分。理想的にはですね、これ、円形の磁石。で、しかも横方向に着地された磁石。っていうのがあるといいんですけど、なかなかそういうのは売ってなくてですね。円形の磁石はいっぱいあるんですけど、大抵こう、表と裏が N と S になってるじゃないですか。円直方向にですね、丸い磁石でこっち方向に N、こっち方向は S なんていう磁石は、普通、売られてないんですよね。なので、多分ですね、作ってもらうとかしないとなかなか手に入りづらいのかなと思います。でですね、この90度ずれのサイン波が得られますので、これをアークタンジェントすれば角度が出るという仕掛けになっています。で、回路図がこうです。で、マイコンはですね、相変わらず STM32 の L010 を使っています。
で、フォール素子が2つ。で、これが AD ですね。AD は前回と同じく HX の711を使います。で、この2つの、AD の出力をですね、マイコンに取り込んで、アークタンジェントして、出力すると。UART で出すと。で、PC に表示するという風な構成になっています。で、実際の回路がこれですね。先ほどお見せしましたが、真ん中のこれに磁石が入っています。で、90度位置にホール素子が2つついています。ちょっとやっぱ距離が合ってないですね。ゲイン調整とかもしてないんで、少しその辺もずれてるでしょうね。で、AD のモジュールが2つですね。HX の711を使っています。一つの、HX711 でやろうかなと思ったんですけど、デルタシグマってこう、ちょんちょんってこう切り替えながら、チャンネル切り替えながら AD するのが苦手で、あまりスピードが出なくなっちゃうので、この結局2つ使うことにしました。で、構成としては以上になります。これでですね、一応ですね、分解の 0.1 なの、こんだけの仕掛けで、エンコーダーができます。3600分の1ですからね、分解能としてはまあまあなもんです。なかなか、まあ、買うのは難しいんじゃないかなと思いますね。ないことないです。全然ないことないんですけど、安価に手に入れることは難しいんじゃないかなと思います。はい。というわけでですね、フォール素子の磁石を使った、ロータリーエンコーダーを作ってみました。分解能はそこそこ出てるんですけど、まあ、さっきも言いましたようにかなり歪んでます。で、この辺はですね、もう少し詰めていこうかなと思っています。で、実はですね、昔仕事でですね、こういう風な、マイコン使ってちっちゃなロータリーエンコーダーを作りたいんだよってお客さんに言われたことがあって、実はそれがきっかけでマイコンの勉強を始めました。なので、これの依頼が来たことがですね、ここがマイコンをいじり始める、最初のスタートになったっていう、まあ、ちょっと、感慨深いものがあるっていうことをね、ついさっき思い出しました。はい。ではですね、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画面白いなと思っていただけましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると、ここは大変嬉しいです。ではまた次回、よろしくお願いします。